今までアスランを散々おもちゃにしてたの謝ろうねに対するネットの反応集を紹介していきます。映画公開まで散々おもちゃにしてたの謝ろうな。裏切るだとかラスボスだとか実際極めて真っ当に動いてたし、みんな一緒に謝ろう、せーの。イヤズボックとかフルボッコとか要所要所面白すぎて、謝るのも複雑な気持ちになってきた。誰があんたに謝るか。シン、ヤマト夫妻が美味しい食事を持ってきてくれるからステイ。嘘つけ、今でも形が違うだけでおもちゃにしてるだろ。俺たちは扱い方を全然わかってなかった。もっと面白いおもちゃだった。もう一生ネットのおもちゃだと思う。ごめんアスラン、おもちゃにする方向性間違ってたわ。晴れと言われた気がした、多分違う。コズミックイラ。世界の命なんて大半おもちゃだろ。もしかしてイクバスタックはここまで想定していないだろうな。まさか別ベクトルで新しいおもちゃが出てきたんだから。面白さで我々のネタ含む予想を超えてくるとは思わなかったよ。むしろ基本真面目だったし、今までのおもちゃにされてた要素はだいぶ一掃してきたんだ。それ以上のおもちゃ要素を公式がフルスイングで打ち込んできた。むしろ映画で自分から進んでおもちゃになったんですが、それはこれからは嫁のハレンチ画像見せつけては殴りかかってくるからな。不気味なほど素直にみんな謝ってる。私も謝るね。おもちゃの方向間違ってごめんなさい。ごめんね、もっと面白くなってくるとは思ってなかったよ。もうガンダムが続く限りこいつが忘れられることはないだろう。公式が一番アスランを面白くできるというよくわかる例。真面目な話、長いガンダム史上で初めてシャア、アズナブルと並び立てる概念になったと思うよアスラン、ザラ。20年後映画館に来てください。本当に面白いアスランをお見せしますよ。俺たちが20年近く待った映画で送り出されるアスランがこれでいいのか、面白かったからええわ。俺たちはアスラン素人すぎたと分からされたんだよ。俺たちがアスランで遊んでたら横からやってきた福田がもっと面白い遊び方をしてきて、俺たちは己の浅はかさに震えた。シン&デスティニーの暴れっぷりといい、今回の映画そんなのばっかじゃないですか。公式も分かっててやってるよね。俺らだけの責任じゃないよね。各方面に謝るのはまずアスランだよね。とりあえずかがりには謝らんとな。かがりには誠心誠意謝るべきだと思うよ。中村にも謝らないと。せやー、面白くてごめん、下げた頭と共に振り下ろされるビームサーベル。アスラン面白くてすまない。でも全人類で一番アスランをおもちゃにしてるの監督じゃないかな。クロスアンジュでラブホテルの名前をアスラン、ザラにしようと提案したらスタッフから却下された男だからな。却下されたんでムーさんの名前が使われたけど、多分種の映画がクロスアンジュの前だったらスタッフも納得してそう。クロスアンジュの前だとそもそもエロ妄想アタックがあったかもわからんけど。ズボック、生身でやったら僕らがアスランに勝てるわけないだろ。脳内に溢れ出す存在しないかがり、ネオザフト総帥説とか今思えば無力だった。本物には勝てない。俺らやい、裏切り野郎ズラ野郎キャッキャ、公式貸せ。アスランはこう使う、俺らへ。君たち、公式公認の最強に少し失礼ではないかな。あくまでネタも最強なだけだよ。やはり最強はアスラン、ザラか。シュラの言う最強ってのは、MS の操縦とかより肉弾戦とか兵士としてとかそういう話じゃないの？何？誰があんな。やめろシン。公式がおもちゃにして遊ぶとはこういうことだというのを全力で遊ぶ形で見せつけてきた。与えられた環境や状況の中でどこまでも実直に生き真面目に生きるから、アスラン、ザラ、アイキがズゴックの皮をかぶっていようとやることは変わらないのだ。そのアスランにおもちゃにされた男。キャベツは好きだけど、キャベツ料理のバリエーションにはついていけない男。普通にブンドドして遊んでただけなのによく見たら光なる可動域めちゃすごなおもちゃだった。間違いなく俺たちの想像よりもはるかにかっこいい最高のアスランがお出しされたんだ。そして俺たちのネタよりもはるかに面白い最高のアスランもお出しされたんだ。普通は矛盾するであろうこの二つをマジで見事に両立させるのは公式にしかできない所業だった。この20年アスランで遊んでたら監督が正しい遊び方を教えてきた。漫画やゲームでのシンを主人公と褒めてたら監督が本気のシンをお出ししてきた後、俺らが食らった分からせって何がある？ミンドとか言ってたら思ったより濃いミンドをお出しされた。ルナからシンへの矢印が想像以上にでかかった。ラクスの胸のサイズ、本当に曖昧だったキラとラクスの関係、ようやく身も心も結ばれて一安心。超然とした聖人君子キラ様が実は種序盤のナイーブでいっぱいいっぱいだった頃から変わってないことが分かった。運命時代のキラが実はメンタル死んでて半ば焼けっぱちだったこと、映画でもさらなるキラのメンタル攻撃をされてようやく仲間の前でぐしゃぐしゃに泣き出したところはすごかった。キラはこうやって曇らせるのだ NTR 脳破壊。
やることなすことすべてに意味があり文字通り迷いがないため好きがところは紛れもない事実なのが困るんだよな。てかこんなイメゾンの遥か彼方のネタ思いついてもできねえよ。むしろ新しいおもちゃ要素出してきてないか。だから謝らなくていいような。その場合はアスランを侮ってました、ごめんなさいだぞ。釈然としねえ、謝りたくねえ。散々おもちゃにしてすまんかったよアスラン。公式本家本元の方が1000倍ぐらい存在自体が面白かったんだから。アスランは面白いし時々かっこいいから好き。俺たちみんなエッチなかがり妄想見たからそのうちアスランに打たれるんだよな。立ち悪いのは想像以上に面白かったのと同時に想像以上にかっこいいやってもあったことだ。こ、両沢女子もなんかのインタビューでアスランのことケチョンケチョンに言ってたし、アスランを一番おもちゃにしてきたのは公式だったのかもしれない。20年間ゲームなどの外部作品まで含めておもちゃにしてきたのに公式映画が方向性全く違う形で一番面白いのぶち込んでくるの本当にずるい。立ち悪いのは想像以上に面白かったのと同時に想像以上にかっこいいやってもあったことだ。思ったよりアスランはかがりのことが好きだった。思ったよりラクスはキラのことが好きだった。思ったよりシンはキラのことが好きだった。思ってた通りシンはアスランのことが嫌いだった。俺の知ってるラクスはそんな弱音を一切言わない。みんなえ？って顔してるの面白かった。あそこ好きだわ。ラクスに塩対応しかしていなかったお前が言うのかっていうのと、ラクスはアスランには嫌味しか言ってなかったなと思った。同じく、あとみんな婚約者設定忘れててそういえばそうだったな的にも見えた。ズゴックからこんにちはガンダムは笑ったわ。そこからアスランがバカになった瞬間だ。ズゴックの中に忍者はいます。ズゴックの中に忍者は入りますか？入るから入れるのではありません。入れたいから入るのです。その結果ズゴックの中が4次元空間になってしまった。もうズゴックの中にいると考えるのはおかしい。一瞬で召喚した方がまだわかるよ。こんなこともあろうかと量子ワープシステムだ。真面目に面白いとかっこいいを同時にやってのける男、アスラン、ザラ。俺たちはアスランの面白さを理解しきれていなかった。いやかっこいい活躍はしてるけどおもちゃにするためのネタはむしろ増えたし、というか公式からお前らは生ぬるい、アスランこうするんだってぶん殴られたようなもんだし。まさかの公式が最大手だったとは。映画公開前に言われてたネオザフと総帥で笑ってたけど、まさか一貫して味方なのに面白いアスランを公式がぶつけてくるとは。冗談抜きにジェスティス宙返りなるものが想像されても不思議じゃないくらいにおもちゃにされ尽くされている男。公式アスランはてめえらのおもちゃのちゃちゃちゃ。今回の動画、いかがでしたでしょうか？プ、ケアー、もうやめるんだ、とか逆襲のアスランとかいろいろいじられてたけど公式が1枚も2枚もワテなの面白すぎる。ズゴックとカエロ妄想とか誰も予想できない。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。